皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界へオンエアをしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ですか。お正月明けぼっとしてませんか。私はいつもの天気です。この番組はエレガンスマダム小林千夏が縁の下の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きして、あれやこれやといろんなことを聞いていく番組でございます。それでは行きますよ。いきなり千夏の鹿児島弁講座拍手。やっほーみたいな。まだやってるね。このね、鹿児島弁講座。いつになったらやめるのかなとか、違うのになるのかなというお言葉とかいろいろいただきますが、いい提案があったら教えてください。ということで、今日の鹿児島弁復習編はね、意味はね、余計なこと、まあ余計なことしないでの余計なこと、こちらを鹿児島弁で申します。いきますよ。いらんこ、ね、顔は止まらなくて、小林さんのうなずきだけが私の安心材料でございます。今日は亜美先生も笑ってくれました。よかったなって感じになります ね。意味は余計なこと、まあ、余計なことしないでよの余計なことですね。鹿児島弁でいらんこ、ね、何がいらないんだよこみたいな、ね、感じになってますが、そこ話すのが心配つけてください。そして文章化しますとね、意味余計なことしない、まあ、余計なことしないでねをそのまま鹿児島弁で申します。いきますよ。これちょっと難しいな。難しくない、行こう。余計な子すんな。あ、ちょっとなんか違う、あれ余計これ考えるとダメなんだよね。考えるとダメなんで、もうやめまーすダメ、いありみたいな感じですけどね。もう小林さんが横に首振りましたからね、もうちゃんとやれよみたいな、後で反省文になるかと思いますけどそっちの方がドキドキでございますが、ということになりますけども、まあ2017年新年明けまして、もう一瞬間経ちまして、もう皆様ね、お仕事やら学校やら始まってると思いますが、体調の方はいかがですか。エレガンスマダム千夏の部屋見て、ね、面白い鹿児島弁聞いていただいて、見ていただいて、明日から入らせていただければと思います。入らない、いや入るかもよ、入らなければみたいなね感じになっておりますけども、今日のゲストさんは昨年の11月に素敵なところで出会いました。素敵な女性の方なんですけどね、もう一目惚れしまして、すぐにアポイント入れさせていただきました。もう間もなく登場になりますので、皆様チャンネルはそのままで今しばらくお待ちください。キッズのためのタレント養成所、シャナナキッズアカデミー。シャナナ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナナキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから、シャナナキッズアカデミー。はい、皆さんおかえりなさい。今ね、鹿児島弁講座がどうかというと、九州の方言をいろいろ進めてみたいと思いますけど、また皆さん教えてくださいという形になります。それでは早速ゲスト様をお呼びしたいと思います。もうあのちょっと長いんでごめんね、カンペすんね。パリキャラメルとベリーの社のチョコレートブーケを日本独占販売、ルボヌールアシアオーナー秋山ひろみさんです。どうぞすいません、今そうよ、みんなここしか見てないからね、ちょっと若干面白かったです、はい、ありがとうございますめっちゃカミカミだったもんね、もう言い慣れない言葉を申しましたよ、申し訳ございません。お忙しい中ありがとうございます。もうほんと昨年のね11月の末にね、ちょっと8名ぐらいでね、アシアのカフェの方でお茶会させていただいた時に、はい、本当に現場というかね、なかなか足を運ばれないということなんですけども、たまたまその時足を運ばれてらっしゃったお店にちょうどね、はい、いらっしゃって、どうぞ召し上がってくださいキャラメルをお持ちいただいて、はい、もうそこでなんかみんなと盛り上がっちゃってもう、はい、でも社長素敵と思って、もうすいません収録あるんですけどいきなり会った人にそういうことをお話ししたんですが、でも社長もなんかグッと受けてくださいまして、はい、入ってますよ。本当に多分すごい絶妙なタイミングだったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけれども、はい、ありがとうございます。もう今ね、私あの呼び込みするときになんかもう横文字いっぱいだからちょっとわけわかんなくなってるんですけど、
まず日本で独占販売をしている、はい、でまずはパリのキャラメル、はい、と何ベリーノ社のチョコレート、ちょっとお写真これ出してベリーノです、あ何違って何て言ったらペリーノ失礼しました、はい、自分で売ってきた字が見えないけど老眼鏡かなみたいなペリーノ社です、失礼しました、ペリーノ社でございます。じゃこちらのちょっとお写真を出していきますね、せーのじゃん、こちらになります。下がキャラメルで上が何だ、タートルフルイってゼリー、フルーツゼリーですね。カミカミしそうな、はい、もうこれ社長に言っていただいた方がいいと思います、はい、なるほど、これあのキャラメルは いただきまして、もちろん美味しいんですけど、なんて表現したらいいかな、ソフトキャンディーっていうか、そうですね、まはいはい、食感的には、はい、感じになるんでしょうか、多分まあ気温でちょっとそこは変わっていかれるのかなと思うんですけども、はい、多分種類によって中に入っているのが、はい、すごい変わってこられるかと、18種類お味があるので、ねはい、すごいでも上品なの一つ一つが、もうすごいの美味しいのみたいな感じなんですけども、社長が、まあ、これを独占の方に、はい、独占で販売されてるわけだから、そうです、うん、まず、でもこれと出会ったのか、もともとはお菓子が好き で、はい、でお菓子屋さんいつかやりたいなと思ってて、ってっでたまたま、うん、本当にあの知り合いからドイツのケルンで、うん、ヨーロッパのお菓子博があるって言われて、うん、で、うんちょっと勢い込んで行ってしまったんですよ、うん、それを見る、うん、で、50ぐらいブースがあって、はい、もう全てこうお味見が OK で、なるほど、で、うん、美味しかったんです、全て美味しかったけれども、うん、その中でも特に美味しかった、で、日本に入ってきてないっていうのも知らなくて、うん、で、日本に帰ってきてから、あー、あれ美味しかったから日本で売りたいと思って、あの私、言葉が喋れないので通訳さんにお願いして、うん、パリキャラメルさんの方に連絡を取っていただいて、うん、当然 CEO の方なんか電話つながるわけもなく、うんうんうん、今思えば恐れ多くて当然しないんですけど、うん、その時はそんなイメージがなかったので、はい、電話して電話してって何回目かにつないでもらえたんです。で、うん、日本で販売したいんですけど、うん、でじゃあとりあえず見においでって言われて、うん、もうバックパッカー状態で行ったんです、ほう、通訳さん連れて、うんうん、だすごく会社が大きくてびっくりしたんですけど、うん、もう日本から来たんだからと思って、もうとっても美味しかったんだっていう話をして、うんうん、あの本当にこれを食べたいって言ったら独占販売、多分その時のお写真がこちらになるのかしら、それはい契約の時ですね、はい、じゃあその時のちょっと拍手をされているので、はい、お写真ございます、はい、出しますね、はい、せーのじゃん、あまりの背の違い今日の座高の違いみたいな感じですけれど、いやでもそれくらいに、うん、もう今はそのね、もうちょあのカフェもできてるので、はい、こうだったんだよっていう、もう本当に端折ったお話になると思うんですけど、まずでもお知り合いがあるよって言ってちょっと行かれる行動力、美味しいからじゃないんだったらもうでも食べたい、でもこの食べて美味しかったのみんなに広めたいっていう、まあ、お気持ちですよね、はい、それ強い気持ちと、まあ、持っている運となのかな、運は良かったんでしょうね、でもすごいよね、はい、でそれをまあ持ってこられたのが、まあ、どれくらい今何年くらいとか何ヶ月くらいとか、オープンしてっていうのは1年間なんですけど、はい、その1年前にそれが分かって、はい、それからやっぱり入れるのに日本に入ってきてなかったので、すごい検疫とか大変だったんです。あ、なるほどね、入ったことある商品だと通るんですけど、 うん、そのやつでやっぱり1年ぐらいかかりました、入れるまでが。そんなにかかるんだ、はい、最初関西の方は通ったけど、うん、もう一度関東の方も通してくださいって言われて、両方の検疫とかがあったので、うわすごいな、はい、もう私たちはもうその来たものをいただいてるだけだから、またそういうお話を聞いて、はい、次なんかいただかせていただくと、また味が一味ありがとうございます、違うようにすごい感じますね、はい、で、まあ、あのカフェの中で、はい、またカフェが、はい、まあ、足を一歩踏み入れ
れたらもう私はもうお姫様になったような気分と申してよろしいんでしょうか ね、 ね、もう女子は大好き、キラキラカフェですね、はい、本当非日常がそこにあるっていう感じなんですけど、うす、ね、はい、もうもちろん内装から全て社長が、はい、しました。もともとコンクリートのもうそうなんだ、はい、全てコンクリートの中からあれがなので、下削るところからみたいな。社長のわからないお話聞いてたら、もう完璧にされたい感じですよね、多分。こういうやっぱイメージが私も現実にするっていう、ずっとしたかったんですね。そのカフェをされたい気持ちがずっと、はい、甘いものを、まあ、食べ物が好きだったから、ゆっくりできるところっていうのがずっとしたくって、で、していいよって言われた瞬間に、うん、ってことになるんですか、はい、夢をいっぱい詰めるっていう言葉が合うのかなというふうには思うんですけど、もうね、異空間、もう大好き、もう本当に。で、またあのお店の方の接客も本当すごい丁寧にしていただいて、一つ一つがやっぱり何ですか、お客としていきますでしょ、はい、なんかすごい満足、本当にして帰れるっていう感じかなって。なので、あのその日もなんかこまめにブログ上げた、今日クラシックとか、あの天井のシャンデリアのゴールの部分があるじゃないですか、はい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 、これは行ってのお楽しみですけど、はい、もうあそこ見てるだけでずっと一日過ごせそうなぐらい、もう気持ち的になんか優雅に本当になるなっていう感じがしたんですね。で、メニューもね、いろいろあるんですけども、はい、ブランチセットかな、私いただいたのはシナモントーストのガモンなんですけども、またシナモントーストにマカロンと、はい、ちょっとあのなんだなんだピクルスとか入ってますかね、はい、やってますけど、ね、一つ一つまたね、ちっちゃなね、あれコーヒーカップになるのか、あれにコーンスープが入ってきて、はい、もう一つ一つみんなでキャー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 言いながら、女子、本当に女子好みのテイストで、みんなで従業員みんなで、そうですね、あれにする、うん、でね、プレートもちょっと若干ね、パンの配置で隠れてるのがちゃんとこう用語が入って、あ、そうなんです、入ってるって、はい、あえてそこ出して写真撮るみたいな感じの撮影会になってましたけど、もう本当に楽しかった。ありがとうございます。そして、その中で、まあ、今キャラメルとチョコレートのお話もそうだったんですが、うん、お花がね、パッと見たお花って感じのものがいっぱい飾ってあるんですね。まあ、こちらになります。ちょっと本当に1枚のお写真になりますが、お出ししますね。せーの、じゃん。これは何ブーケって言いましたっけ？チョコレートでできたコンフェティブーケって言って、あの幸せを呼ぶお花って書いてました。はい、はい、で、この中ね、ちょっとアプリできないんであれなんですけど、この中一つ一つあの色の布で包んであるんですが、はい、これ食べれるんです。なんかお菓子食べれないんです。あ、食べれないんです、ね、食べれないんです。チョコレートで作ってあるっていうだけか、はいはい、失礼いたしました。これをチョコレートで作ってますけど、まあ、従業員の方もおっしゃってたんですけれども、はい、今ここにあるのが、まあ、ブーケの形とか、その一輪挿しと言いますかね、はい、もうね、全部陳列してあって、はいあはい、ブーケの小さいものから大きいものまで、はい、直接行って見ていただきたいなと、はい、そのままででも3年とか4年とか飾れるので。そうなんですね、はいはい、すごい素敵だから、逆になんかプレゼント、そうです ね、はい、こういうのもあるよっていうのもすごい素敵なのかな、はい、でも自分のご褒美に欲しいなと思った、はい、なんか一輪ずつなんか集めていったらなんか楽しそうだなと思いながら ね感じにはなります。作るお客様とかはなんかお子さんのバレエの発表会に、もうぴったり、多いですね、はい、そうだね、お子様のおバレエ、はい、頑張ります。何よかったもう前で小林さん大爆笑って感じですけれど、本当に素敵なんですけれども、はい、社長はもともとこの授業される前ってなんか授業されてたんですか？いや、私はあの主人が会社をしてるので、はい、そこの経理してました。そうなんだ、はい、でもで落ち着いたら自分でその好きなことをやったらいいよって言われて、うんうん、いつになったらさせてくれるんだろうと思いながら、ただひたすらまだとか思いながら数字と向き合う日々が、でもうそろそろいいよっ
って言われたんで、うん、その瞬間にやらないと、うん、そうね、また多分タイミングがありますもんね、ずれるのでダッシュでドイツ行きましたでも全てがでもタイミングが合ってたんですか。そうですね、はい、すごいよね、やっぱりもうなるべくして絶対なってるんだろうけど、ありがとうございます。ね、本当に素敵、もうね、行ってもうそれしか言えない、いらしてください。もうできればあのお店で収録したいぐらい、私のイメージ的にはもうなんか私服も変わるかもしれないみたいな感じでございますけど、ここね、大きな羽のね、なんか変えましょうかね、そのイメージでございますけど、そんな感じですね、はい。で、私がさっきから素敵素敵ってお店の内装ちょっと若干ねお出しできるようになりますので、お出ししていこうと思います。せーの、じゃんね、これちょっとお写真がいっぱいあってコラージュなんですけども、陳列台と、はい、お店の若干雰囲気みたいなお写真でございますけれども、これは全部取り寄せたんですか。そうです。壊れないかなと思いながら取り寄せました。シャンデリアが一番大きそうでも全然大丈夫だったんですか。バラバラでくるんです。あ、そうか、こうするもんね、シャンデリアって。組んでくださった業者さんも未だに本当にありがとうございますありがとうございます。ここでちょっとございます。はい、私だったら多分すごいです、ね、10年経っても私多分できないです。もう綺麗ですもんね、はい、もう装飾がうっとりする、本当にもう本当になんかかなり女子の部分が出てますけど、いや本当に本当になんかああいう時間優雅にお茶したり、そこでなんかたわいもないお話を、はい、ね、知人とかお友達とする時間って、うん、そのために行くって大事だなってすごい改めて。そうですね、お店の窓からあの外そう、ね、川が流れてるので、あの春全部桜なんです。あそこはい、なので桜の時期は本当にはい、本当に、はい、車のそんな往来もすごい激しくないですね。そうですね、はい、本当にゆっくり時間がない。そうですね、はい、阪急の芦屋川駅から徒歩、はい、そう3分ぐらいですね。見えてます、信号一つなので、はい、もう降りたら見えてますので、はい、ぜひ行かれていただきたいなというふうには思うんですけれども、はい、ここからちょっとお話をガラッと変わりまして、はい、まあ、今月発売予定の、はい、チョコレートですね。チョコレート、はい、これも独占になるんでしょうか。そうですね、はい、はい、もうね、渋々だ、もうお願い画像だけもう出させてくださいって言っても渋々もこれしか出せないっていう、はい、もうギリギリのラインでございますけれども、はい、出しちゃいます。こちらになります。いきますよ、せーの、じゃん。素敵、箱もおしゃれですけど、はい、もちろんも社長はお味にはもちろん、はい、してらっしゃるんです。はい、すごい想像します。どんな感じのなんか中身がとろっとしてるとか、なんかキャラッセって言ってたの、キャラメルの、うん、とってもとっても濃いのが中に入ってます。はい、ちょっとこうなりますね。そうですね、美味しいです。これはまた これの出会いはその前のキャラメルのそこに繋がる時に、うん、その後の工場とか見に行って、はい、で食べて本当に美味しかったんですよ。食べたいと思ったんですけど、うん、もう本当にその時はキャラメルとパートルフリーの、うん、もう輸入の手続きだけで本当1年かかったんで、うん、もう落ち着くまで無理って思ってて、うんうん、でもずっと食べた。で、行くたんびに買ってきて、うんうんうん、食べた。まあ、そうなる、はい、そうなりますね、行く機会があったらね。あとはその時にやっぱうちの従業員に食べさせてあげるので、うん、買ってきたから、うん、いつ入るんですか、いつ入るんですかっていう、いやちょっと今入れるからって言って結局入れました。いやでも、はい、これがナイスタイミングなんですよね、はい、そうなんですよ。いや店頭にはちょっといつ並ぶかは、ちょっと今のところはまだ1月の末までには、はい、出せます。夏なのに、はい、2月頭に行ったら確実だと思います、ね、はい、バレンタインデーにも、ね、このね断面のね、これ私は見たかもしれません、また夢で、はい、わかんない、夢の中ですごいもうここじわっと出てくる感じのね、はい、
多分今おっしゃった感じが分かる絵でした。もうそのまま ありがとうございます、ね、これちょっと、はい、もう2月の頭にぜひ、はい、でも本当に良かったバレンタインデーなんで、ね、そうなんです、ね、はい、それにかけて別に異性だけじゃなくてご家族、はい、ご自分にもいいですしね、はい、ぜひちょっとプレゼントお米品物なものになってみてください。チョコレートだけでなくて、はい、キャラメルも一緒にっていうふうに思うんですけれども、はい、もうこれが入ったら社長の今の中では一段落ですか？まだまだしたいので、まだまだ、はい、一旦今一応これで、はい、一旦ですか、はい、こっからまだまだ変化が見られるっていう感じみたいなんですけれども、はいはい、まずは皆さん足を運んでいただきました、はい、本当に優雅にちょっとねおしゃれして行きたくなるっていうか行ってくださいって感じかな。私の中ではあえてもう非日常思いっきり味わるんで、あればお客様とかが、うん、マリー・アントワネットになりに来たっていう方がいます。わかる、はい、本当に、はい、すごく素敵な表現だと思います。なんか置いてきましょうか、貸し衣装とかもうでもあそこには合わないからじゃあ入り口の外ででももしかしたら午前中から足を運んでいたらタイミングが合えば社長にお会いできるかもしれない、はい、かもしれない。お店に呼んでくださいって言ってください駆けつけますもうでもねお会いした時もう本当に素敵な方、もう言葉が素敵としかないので何とも表現が難しいんですけど、やっぱりオーナーさんって伺うとやっぱりちょっと一歩こっちは構えるんですよね。実際そんなところってあるんですけど、本当になんかそれをいい意味で崩してくださるっていう、もうこんにちはっていうその声の波動が、あ、なんかそのままストレートにお話ししていいんだなっていうふうに私は受けられまして、本当に即日ですよ。本当にこんな失礼なお話はないんです。改めましてっていうのは普通本当流れなんですけども、まずいいですかって本当に口がもう滑ってくるような感じで出ちゃって、その場で返事してましたね。いやもうなんかそこもインスピレーションで、そしてまたね新しいチョコレートが日本に入って発売される、はいはい、もうこれはもう5度合うべくしてあったんじゃないかなって、あ、私の中では勝手に解釈をしているんですけれども、でもあのタイミングであの中で本当に社長があの時間にあそこにいらっしゃらなければ今はないんで、はい、神様ありがとうしか私ないんですけどね、本当に。またこんなこと話するとね、ちょっと若干ねあのスタジオに敵に回す人がいるんですけどねこれは一応決まりで言いたいみたいな感じでございますけれどもなりますのでね、はい、もう間もなくちょっと CM に入るんですが、はい、皆様検索バーにはル・ボヌール、はい、ル・ボヌール、はい、もうこのテロップ出てますので、はい、こちらで検索をしていただきたいと思うんですけれども、はい、社長に会いたかったらあのこの日行きます、予約入れた時にぜひ社長に会いたいとおっしゃっていただければ、はい、でもご多忙なんでね、なかなかそれは難しいか分かんないですよ。頑張っていきます。ミラクルタイミングが合うかもしれませんのでね、はい、それは言ってみるのはもうただです、はい、言ってくださいということになります。それでは一旦 CM 入ります、はい、すごい大変なのでやりたいこと、はい、サロンも一から手掛けて、はい、シャンデリアの黒のお話を聞きました、はい、ね、商品を入れるのにも1年ぐらいでやっと、はい、ね、カフェに並べられて、はい、今月末の2月の頭にはよしよしチョコレートが店頭にありますが、はい、もうここで一段落っていう形になってますけど、はい、まあ、またやってみたいこととかそういうことをお聞きしても大丈夫ですか？はい、はい、カフェでも、うん、結構お母様方で子供さん連れてると来にくいっていうお話をよく聞くので、はい、そうなんです。うちは本当子供さん連れて来ていただいたり、うん、私下からベビーカーを持って上がったりするんです。うち階段で2階なのでお声かけいただいたら、はい、なんですけど、やっぱりうちもちょっとお子さん連れだと
まあ、置いてるものが危ないって言ったりするので、ね、ちょっと触れるからね、うんうん、それなのでそういうお子様連れの方が来れるカフェをやりたいっていうのと、うん、あとすごくワンちゃんが好きなので、うん、あの保護犬、要は保護、まあ、保健所に捨てちゃったりとか、はい、そういうのを保護してる方がいるので、うん、そっちの方の活動のお手伝いもしたい、やりたいこといっぱいあって困ります。宝くじ買います。すいません、かわいい、すいません、かわいいとか言っちゃう。もう私もこんな生まれ変わったらなりますみたいな感じです。これ何の告白かわかんないですけど、まあ、ないものねだりでございますけれども、でも本当にそのお子様連れのカフェって、はい、今私は子供が3年生と1年生なんで、はい、まあ、ある程度どこ行ってもまあね、それなりにちゃんとできるんですけど、はい、本当にベビーカーの頃とか、うん、本当に行けるところって限られてた、うん、でもそういう窓こそ、うん、本当に非日常、その時間だけでも楽しんでリフレッシュして、また新たな気持ちで、多分子供さんも甘いものとか食べるととっても嬉しい顔、うん、そう、私自分が子供の時に甘いもの食べて嬉しかったので、うん、スイーツ屋さんをやりたくてやったので、みんな絶対その時代を過ぎてるはずなので、そういうところはちょっとこだわりたいところですよね、うん、だから子供さんとかがアレルギーとか気にしないで一緒に来れるカフェを次はやる、はい、本当に楽しみにしてます。待っててください。その日もまた多いので、はいね、はい、でも本当に、まあ、Facebook やってても誰か引き取りの方いませんかとかもよく目にするんでね、はい、でもやっぱり命は命なので、そういうのがね、はい、また現実になりますんで、はい、社長やりますよ、やります、やりますよ、はい、ことあることに、なんかそれを理由に呼ぼうかなみたいな感じと読んでください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、もう間もなくね、時間も迫ってまいりました、はい、皆様検索バーにル・ボヌール・アシア、ル・ボヌール・アシアで、はい、もう中に出てください、はい、よろしくお願いします。で、インターネットでも商品を購入できます、はい、ネットショップもございます、はい、またホームページのショップシュンとしてすっごくおしゃれで、はい、女子になります。ぜひよろしくお願いいたします、はい、本日はルボヌール芦屋オーナーの秋山ひろみさんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ごめん、ちょっと早かったけど、バイバイ。